皆さんこんにちは、日本すっぴん協会の佐々木です。今回は5分で学べるスキンケアと題して、肌やスキンケアコスメに関してよく耳にするけどいまいち意味がよくわからないとか、ちゃんと知らないといったことに関して私たちの方から簡単に解説をしていきたいと思います。今回はノンコメドジェニックについてお話をしていきたいと思います。特にニキビが気になっている方は最後まで動画を見ていただいて、ぜひスキンケアアイテム選びの役に立てていただければなと思います。では早速説明をしていきたいんですが、スキンケアアイテムを選ぶときとか、あとベースメイクを選ぶときに、パッケージにノンコメドジェニックテスト済みという表記を見たことがあるという方たくさんいらっしゃると思います。またニキビができやすい方はノンコメドジェニックのコスメを使うといいよというふうに言われたことがあるという方もいらっしゃると思います。ノンコメドジェニックテスト済みというのは、簡単にご説明をすると、その製品を使うことによってコメドができづらいという証明が試験によって確認されている製品のことを言います。でそういった製品に表示されているのがノンコメドジェニックテスト済みになります。でそもそもじゃあコメドってなんだっていうところなんですけれども、コメドというのはちょっとこちらを見ていただきたいんですが、コメドは毛穴が詰まった状態のことを言います。でニキビの第一段階とかニキビの一歩手前というふうに言われたりするんですが、いわゆるここですね、毛穴の詰まり、ここにもニキビの初期症状って書いてありますが、こことか、あと日本だと綿包とか白ニキビ黒ニキビというふうに言われることもあります。そしてこの毛穴が詰まったこの状態にアクネ菌が繁殖することによって、にしっかりしたこう赤ニキビとか黄色ニキビといった次の段階にニキビが悪化していってしまうというのがニキビの進行になるんですね。でなのでニキビのこの第一段階であるこのコメドを作らないというのがニキビを予防するためにも大事な一つの対策になります。でノンコメドジェニックのアイテムを選んでいただくというのは、このニキビの第一段階を作らない製品を選ぶということになります。なのでスキンケアだけでなくベースメイクも結構油分を使っているものが多いので、ニキビができやすいとかっていう方は使用範囲が広いベースメイクからノンコメドジェニックのものを選んでいただくと、より安心して使えるかなというふうに思います。ノンコメドジェニックテスト済みのアイテムをちょっと一部具体でご紹介したいと思うんですが、ドクターズコスメでいうと津田コスメや高見化粧品、あと敏感肌用化粧品でいうとノブやアクセーヌ、あとキュレルも一部あると思います。あと外資系ブランドでいうとイブサンローランとか、あとキールズがノンコメドジェニックのアイテムを結構たくさん出しているので、そういったブランドをチェックしていただくといいかなと思います。ただパッケージちゃんと見ていただければ、ノンコメドジェニックのテストをしているものには全て記載がされているので、特にニキビが気になるという方はそういったパッケージをちゃんと確認して製品買っていただくといいかなと思います。今回はノンコメドジェニックテスト済みについてご紹介をさせていただきました。今後も日本すっぴん協会ではこういったいまいちよく意味がわからないよとか、ちゃんと知らないよといったワードに関して解説をしていきたいと思っています。もし皆さんもこのワードがわからないとか、こういったことがもうちょっと詳しく知りたいなどあれば、ぜひコメント欄に書き込んでいただければと思います。最後にこの動画が参考になった、面白かったという方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。